食べちゃうんだもん ね野菜がいっぱい入るからさ、またまたまた入れるよ。はい、これとこれ合わせてチンするね。チンして3分だ。巻いて。はい。あ、これ。タラ。今日はタラが入ってます。タラ。これ解凍しといたから。おお。はい。今日はタラですね。今夜はタラだ。今夜タラの煮付けだ。はい。タラの煮付け。それとマカロニサラダ。マカロニを今煮ています。マカロニサラダに入れる人参を電子でチンします。購入してくるんだ。オイル入れるんだ、うん、へえ。オイル入れて購入してくとね、うん、どうぞ。どうだったのね。衣がこんなにあるからどうしようかななんて思ってるから、まかないにいれば明日、これは明日でいいかななんて、うん、これの天ぷらでもして、うん、そうめんでも入れようかと思った。うん、タラがあったから、ご飯も粗いね。ご飯も足りる？粗いね。ご飯もあるから。これいっぱいもらったからさ、玉ねぎ、うん、玉ねぎになる。食べなくちゃ。サラダの中に入れるから。マカロニサラダに入れるの、うん。Thank you.
レタスもサラダ、うん、キュウリがないからキュウリ買ってきて、はい、今日の入れるのはないかな、うん、もうない、まあ、本当に何もなくなっちゃって、そう卵もなくなっちゃって、キュウリもなくなっちゃった、レタスだけだ、あるね、うん、レタスだけで、うん、キュウリはこれだけあったから、これも入れちゃうか、うん、キュウリ買ってきて、何これ、まだこれできないから、うん、冷やしてるからだから、はい、これも冷やすから、うん、6時ごろ前、これ下ごしらえだけしとくから、うん、建築家だね、うん冷めた、冷めた、マカロニは冷めたよ、じゃあ、あとはあとは野菜入れるだけ、わかりました、うん、合わせるだけ、あと混ぜればいいんだから、そうだ、混ぜるだけだ、うん、混ぜればいいの、はい、マカロニサラダ、レタスをちぎって、レタスをちぎってって、うん、ちぎる、それはよく洗うから大丈夫、うん、やっぱ人参入れないとダメだね、人参入れないとダメだよ、色味が全然出ないもんね色に何にでも人参つまようだいね、ね、うん、本当にそう思うよね、人参とかトマトがないとつまんないよね、うん、うん、また人参もなくなっちゃったからさ、さみんないろいろ買ってくるから、あ、きゅうり、キュウリも高くなったね、高いか、うん、300円それ、うん、どこで、ベルグ、ベルグ、うん、ほんとあんな高い、うん、だから明日はさ、リクメイクから明日行こうよ、うん、こんな高いんだと、これは何ですかって、うん、高いんだろう、急にもう季節じゃないからじゃない、もっともらわなくなったもんね、うん、ここでやっちゃう、
に敷くとね。よいしょ。いっぱい入るからさ、これもさ、マヨネーズ入れればいいんだから、マヨネーズはね、新しいやつでサラダにここにかき回しちゃうんだよ。古いやつから使った方がいいかね。古いやつから使った方がいいと思う？これ。あれ残ってんの。中途半端に。だからこれになってるんだ。古いは少ないからさ、ついつい新しいんでキューってやっちゃったほうがよいしょ。できたか。もうできた。うん、簡単なんだよ。下ごしらえとけば。マカロニサラダ。これでね、塩コショウなんかしなくても、ちゃんと、マヨネーズでも味がついた。なるほど。それでこのあれはね、のマカロニはさ、塩ちょっといて入れて茹でるから、食べてごらん。うん、しょっぱいもん。ね。おいしいんだ。みんなんちはどうにするか知んないけどさ、お母さんいつもこれでしょ。
誰？やりながらどん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 片付けてたよ。私は同じだなと思った。誰が？オーストラリアのマギーさん。ああマギーもね、うん、そうだね。マギーさんも片付けてた。マギーも料理上手そうだからね、うん、